いらっしゃいませ。俺は小川大和、大学3年生だ。大学入学と同時にコンビニでバイトを始めた。ずっと同じところでバイトをしていると常連さんの顔を覚えるもので。やっほー、うわ、今日も冷えるね。最近一気に寒くなりましたからね。エマさん、風邪ひかないでくださいよ。大丈夫大丈夫、私風邪ひいたことないから。彼女は三浦エマさん、22歳。この近くのキャバクラで働いているらしく、出勤前と出勤後に来ることが多い。気さくな人で、気づけば軽く雑談する仲になっていた。お仕事無理せずに頑張ってくださいね。ありがとう。そんなある日。いらっしゃいませ。やっほー、ヤマトキュン。エマさん、どうしたんですか？フラフラですよ。今日お客さんにボトル開けたら締めくれるって言うやら。もしかして？頑張っちゃった。おう。ねえ、お兄さんの家止めて、いっぱいサービスしちゃうよ。誰もそんなサービス求め。うわ、酒臭。臭いとか言わないの。麗しい乙女に向かって。乙女はこんな雑な絡み方しないんですよ。というわけで、止めて止めて止めて。あー、もうしつこいな。ていうか、サービスって何なんですか？ん？これ。乙女がむやみに肌をチラ見せしないでください。いいじゃん、減るもんじゃないし。あなたがそれを言わないで。とにかくダメです。ちゃんと自分の家に帰ってください。そもそも男の家に転がり込もうなんて。あ、エマさん、ここで寝ないで。俺、あなたの家とか知らないんですけど。すやぴょぴょぴょ。放置するわけにもいかないし。ああ、もうこれじゃあ連れて帰るしかないじゃないか。そして翌朝。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。お仕事でお酒を飲むのは重々承知してますけど、飲んでも飲まれるなですよ。返す言葉もございません。反省してるならいいですけど、とりあえずちゃんと帰ってくださいね。俺は大学あるので行ってきます。あと鍵はポストに入れておいてください。それじゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。うわ、疲れた。今日のバイト急に他の人休んじゃうんだもんな。おかげで結構長引いて夜遅くなっちゃった。はあ、ただいま。おかえり。遅いよ、待ってたんだよ。ご飯作ってよ。ご飯作ってじゃないですよ。またお酒飲んで。これは自分で買ったやつだもん。だからって好き勝手飲まないでください。人生のガソリンだよ、アルコールは。そんなガソリンいりませんよ。っていうか、なんでいるんですか？もう3日経ってますよ。そもそもいつ帰るつもりなんですか？ふにゃ。ごまかさないでください。もうそんなに怒らないでよ。怒るに決まってるでしょ。帰るどころか居座る気満々ですよね。荷物増えてるし。だって自分の家よりここの方が居心地いいし、何より職場近いし。エマさん、自分の家も職場近いって言ってませんでした？はにゃ。ごまかさないでくださいよ。そう怒らないでよ。立ち退きを迫られて住む家も探してたからちょうどよかったの。ぶー。裏若き男女が一つ屋根の下はダメでしょ。何かするの？しませんけど。じゃあいいじゃん。1ヶ月後には住むところ見つけて出ていくから、それまでよろしく。飼い主くんよ、拾った責任は取りたまえ。はあ、わかりましたよ。責任取りますよ。こうしてなし崩し的にエマさんとの同棲生活が始まった。ただいま。おかえりなさい、ヤマトくん。ご飯にする？お風呂にする？それとも私？ご飯は作れたんですか？そこは私じゃないんだ。お腹空きました。スルーしないでよ。それでご飯って？料理できないって言ってませんでした？できるわよ、レトルトオンリーだけど。ちょっと期待した俺がダメだった。とりあえず気持ちはいただきますね。おいしい？うん、企業努力が素晴らしいですね。はあ、手作りが食べられると思ったのに。ヤマトくん自分で料理できるじゃん。たまには人が作ってくれた料理が食べたいんです。なるほどな。じゃあ明日も作っておくよ。レトルトですか？うん、
企業じゃなくてエマさんが努力してみてくださいよ。気が向いたらね。はあ、別の日。お疲れだろうからマッサージしてあげる。いいです、大丈夫です。ただの居候じゃ申し訳ないのよ。だからあなたのこと気持ちよくさせて。私結構テクニシャンだよ。うん、そこまで言うなら。はあ、テクニシャン。ねえ、言ったでしょ。すごい、体がとろけていきそうです。気持ちいいこと好き。好きですね。じゃあもっといいことしてあげようか。え、もっといいことって？これよりもすっごいこと。あ、結構です。冗談なのに。照れてかわいい。からかわないでくださいよ。もう、別の日。お背中を流しします。あ、帰れ。ここが私の家よ。そうじゃなくて。大丈夫、君になら全部見せてあげる。マジでいい加減にしてください。俺男、あなた女性、ダメ、一緒。いや、恥ずかしいの。大丈夫、君がどんなのでも笑ったりしないから。うるせー。エマさんが居ついてからというもの、大学とバイトを行き来するだけだった灰色の生活が賑やかになって色づいた。極彩色すぎてうるさいけど。そんなある日の朝。今日なんかいつもより帰りが遅いな。もしかして何かあった？ちょっと連絡してみるか。大丈夫ですか？何かありましたか？大丈夫やから心配しないでよ。酔ってます？酔へらいもん。どこにいるんですか？駅前。はあ、動かないでくださいね。駅前ってことはこの辺にいるんじゃ。あ、いた。ん？一人じゃない。エマさんと誰だ？なんかエマさんに近づこうとしてないか？おい、こら、エマさんに近づくんじゃない。うわ、何だったんだ一体。え、ヤマホくん。ほら、帰りますよ。あんがとう。まったく、飲まれるなって言ったのに。今日はなんでそんなに酔ってるんですか？私、頑張り屋さんだから。まあ、それは認めますけど。それにしても、こうしてもらうの3度目だね。2度目の間違いでしょ。そうだっけ？エマさん、あなた、どうしてこの仕事やってるんですか？私、学がないからさ、母子家庭で貧乏で、高校の時はバイト三昧。卒業と同時にこの業界に来たの。この世界は実力勝負。学のない私でもトップを目指せる。だからここにいるんだ。お金がないのは怖いんだ。ないと人が鬼になる。人は衣食住があって人なんだよ。人が人であるためにお金がいるから、稼ぐために働いてる。エマさん。なんてね、変なこと言ったね。ごめんね。まだ酔いが回ってるみたいだから、ちょっと寝かせて。おやすみ、ヤマトくん。エマさんはいつも笑顔だけど、かなり苦労してるんだな。エマさんの助けになれたらいいのにな。そんなことを思って帰宅した数日後。ただいま。お帰りなさい、ヤマトくん。あのね、ご飯作ってみたんだ。レトルトですか？そうじゃなくて。手料理じゃないですか。どうしたんです？企業じゃなくて、私が努力してみました。いつもお世話になりっぱなしだし、あとこの間のお礼も兼ねて駅前まで迎えに来てくれたでしょ。エマさん。ほら食べてみて。おいしい？すっごくおいしいです。また作ってあげようか。エマさんがいいなら。任せてよ。こうしてエマさんと暮らし始めて、賑やかすぎる日々はあっという間に過ぎ、気づけばエマさんが言っていた同棲解消の期限が迫ってきていた。最初こそ一人がいいと思っていたけれど、今は違う。エマさんに惹かれ始めた俺は、
彼女ともっと長く一緒にいたいと心から願うようになっていた。新しく住む場所見つかったんですか？うん、結構いいところがね。だから来週には出ていくね。そうですか。今までありがとう。お世話になっちゃってさ。いえ、気にしないでください。っていうか、なんで1ヶ月だったんですか？エマさんの性格ならずっと居ついてそうですけど。君ね、私を何だと。まあいいや。ほら、なんだろうな。それ以上いたら離れられなくなりそうだから。離れられなくって。何何、そんなこと聞くなんて。もしかして寂しい？そりゃ寂しいですよ。そうなんだ。私がいなくなっちゃうと寂しいんだ。ふーん。あの、エマさん。何？なんで自分から聞いて真っ赤になってるんですか？やめてくださいよ。俺まで恥ずかしいじゃないですか。いや、だってまさか寂しいと思ってくれてるなんて。もうダメ、顔熱い。そうだ。よかったら出発の門出ということで、ちょっとしたパーティーをしませんか？おお、いいじゃんいいじゃん。じゃあその日は早上がりさせてもらうから待っててね。わかりました。美味しい料理作って待ってます。そして迎えた当日。今日は早く帰ってくるって言ってたのにな。もしかしてまた飲みすぎてる？連絡入れても返事がないし、とりあえず一旦店まで行ってみるか。え、もう帰った？今日はあなたと大事な用事があるからって。でもまあそれがなくてもエマは早めに上がらせましたけどね。どういうことです？最近嫌な客が来てたんですよ。付きまといにあってたみたいで。なんだよそれ、俺そんなこと全然知らない。住所も特定されてて帰るのが怖いって言ってましたからね。心配してたんです。もしかして俺の家にいた本当の理由はそれだったのか？でも最近は付きまといの姿もなくなったから大丈夫と一応本人は言ってましたよ。それで今日は確かあなたへのプレゼントをうっかり自分の家の住所に指定しちゃったって言ってたと思います。それを取りに行かないといけないからって楽しそうに笑ってたので。あのちなみに付きまといってどんな人かわかりますか？確か写真がスマホに。あった、こいつです。あの時の。もしかしてエマさん、こいつに何かされてるんじゃ。あの、すみません、教えてほしいことがあって。なんであなたがここにいるの？ずっとずっと待ってたんだよ。なんで俺を無視するんだ？俺を差し置いて他の男と同棲とかありえない。君は俺のものだって思い知らせてあげる。だからこの荷物はいらないよね。だって俺以外のやつにあげるんだから。なんてことするのよ。さあエマちゃん、これで君を縛るものは何もない。俺のところに来てくれよ。エマさんから離れろ。ヤマト君。んだよお前、なんでここに。黒服さんに事情を説明して家の住所を教えてもらったんだ。ち、邪魔すんなよ。そもそもこいつはひどいやつなんだ。俺はこいつに貢ぎまくったのに全然なびかない。こいつは男を金づるとしか見てない女だぞ。エマさんはそんな人じゃない。そもそもキャバクラはお金を払って遊ぶ大人の社交場。時勢が効かずに貢ぎすぎたなら自業自得じゃないか。ち、んだよ正論振りかざしやがって。うっせんだよヤマト君。キュー。ふん、正義は必ず勝つんだよ。エマさん大丈夫？ヤマト君。あ、助けてくれてありがとう。でもどうしてここまで。俺エマさんに惚れちゃったんです。一緒に暮らしているうちに好きになったんです。私もヤマト君が好き、大好き。いつも私を助けてくれる王子様。これで4回目だよ助けてもらったの。え、3回目じゃ。君は覚えてないかもしれないけど、前にヤマト君に助けられてるんだよ。前？キャバ嬢になりたての頃、飲み慣れないのにたくさんお酒を飲んだの。それで気持ち悪くなって公園でぐったりしてたら、そこに君がやってきた。たまたま通りかかって
優しくしてくれて、そのまま私を背負って家まで送り届けてくれたんだ。その時から私はヤマトくんが気になってた。でもまた会えるなんて思ってない時にコンビニで君を見つけた。それからヤマトくんと仲良くなりたくてずっとコンビニに通い続けてたの。え、あの時の女の子ってエマさんだったんですか？全然違う。あの時はまだ芋っぽいメイクに髪の色もスタイルも違ってたから分からなくても当然よ。それで、まあ、2回目に助けてもらった時チャンスだと思ってそのまま居座らせてもらったの。付きまといのこともあったし。そうだったんですね。でもずっとってわけにもいかないでしょ。だから自分で期限を決めたの、1ヶ月。それでヤマト君に好かれなければ諦めて、付きまといもあるし引っ越そうって。だから今日プレゼントを渡して告白しようと思ったんだけど、プレゼント捨てられちゃったし、新しいのを。新しくなくて構いません。そのプレゼントが欲しいです。いいの？箱とか少しへこんじゃってるけど。開けてもいいですか？うん。これお財布。使ってたの。かなり年季が入ってたから。それで。ありがとう。大事にしますね。エマさん、改めて言います。俺、エマさんが好きです。大好きです。俺の恋人になってください。はい。こうして俺とエマさんは結ばれた。付きまといはあれから無事に逮捕された。エマさんは俺の家に正式に引っ越してきて同棲を続けることに。そしてエマさんはこれを機にキャバ嬢を辞めた。俺が働いていたコンビニに就職して、月日が流れて卒業と就職。おめでとう、ヤマト君。ありがとうございます、エマさん。あの、俺、エマさんに言いたいことがあるんです。何？エマさん、俺とこれからもずっと一緒にいてください。それって結婚してください。うん、遅いよ。え、ずっとずっと待ってたんだからね。そういうこと。これから先何があっても離れないでね、ヤマト君。もちろん。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。